カレイは、ルーマニアの北西部、ハンガリー国境に近いサトゥマーレ県にある都市。ドイツ名グロースカーロル、グロースカール。2011年の国勢調査によると、人口は2万181人で、ハンガリー人が55%、ルーマニア人が40%、ロマとドイツ人が、それぞれ2.5%を占める。旧家のカーロ池に由来する。 カレイは、ヤンクレシュティ村の行政も取り仕切っている。近隣には、カプレニ、ウルジチェニ、フォイエニ、サニスラウ、ペトレシティ、ティレアム、カウアシュ、モフティンなど、ハンガリー語が話される、ドイツ人起源の村々が多い。1320年3月20日付の記録に、初めて死の名前が見られる。当時、その存落は、ビーシャ・キャルルと呼ばれていた。文献によると、 1346年、彼に週に1回市を建てることが、ハンガリーオーラヨシュ一世から再化された。この地方における交易の活発化で、市は豊かになり、市街も拡張していったと考えられる。中世を通して、戦乱や薬病、飢饉により、人口が押し下げられたため、カーロイ家は、シュバーベンから開拓民を募ることにした。1712年に、 最初の開拓団が到着して、以来、一世紀の間シュバーベン人やスロバク人、ユダヤ人による開拓が進んだ。その影響は、文化や社会の面にも現れ、1725年には、エスコラピオス修道会がギムラージウムを開校し、1754年には、活版印刷所が建てられ、1756年には、薬局ができた。19世紀に入ると、 軽工業が開花し始めた。彼への姿勢志向は1871年のことであった。第一次世界大戦が終結し、オーストリア・ハンガリー帝国が崩壊すると、彼はトリアノン条約に基づいて、1920年、ルーマニア領となった。1938年から1940年にかけて第三帝国の支援を受けたハンガリーがルーマニアから、 領土を奪回した。しかし、第二次世界大戦中の1944年10月25日、ルーマニア軍とソ連軍がハンガリー軍とドイツ軍からカレーを解放した。この日付は後にルーマニア陸軍記念日として制定された。1947年のパリ条約でカレーは再びルーマニア領と取り決められた。それ以降カレーは、 バヤマーレ地方とマラムレ市地方を経て、1968年からサトゥマーレ県の一部となっている。カレイは大陸性気候である。ルーマニアでも最も北に位置するため、冬の寒さは厳しい。年間平均気温は摂氏9.6度である。市内で最も重要な歴史的建築物はカーロイ城である。もともと14世紀頃に要塞として築かれたが、 1794年に城に改造されて以来19世紀を通してさらなる改造を施された。およそ30エーカーの植物園の園内に邸宅がある。ありがとうございます。